こんにちは、あつです。今回はスペシャルゲストに来ていただいておりまして、ゆうじくんです。よろしくお願いします。はい、ゆうじです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあ、今日は、ちょっとゆうじくんに英語学習のことを聞きたいなって。はい。で、その前に、まあ、ゆうじくんが、まあ、いつ頃から英語を勉強し始めたのかとか、まあ、そもそもいつから海外に行ったりしてるのかみたいな、簡単なバックグラウンドちょっと教えてもらってもいいですか？そうですね。僕が中学校ぐらいから勉強は始めたんですけど、やっぱりその英語って、まあ、一応小学校からあったんですけど、まあ、しっかりその文法だったりとか、語彙っていうのをやり始めたのは中学1年生からで、で、結構その中学が、英語のコマ数が多かったんですよね。なんですごい力を入れてる学校で、まあ、そこで結構基礎となる文法だったりとか語彙っていうのはかなりやったかなっていう印象で、でもその時も英会話のクラスとかもあったんで、そこでまあ話す機会とかも結構他の人、普通の人に比べたらあったのかなっていう感じですね。中学校の時からもう英語を話すっていう授業はまああった。そうですね、一応あったんですけど、まあ結構遊びというか、まあゲーム感覚でその喋っていくみたいな感じで、なんかそんなにガチガチに喋る練習をしたりっていうのはそんなになかったかなと思うんですけど、まあ結構その英語に触れる機会っていうのは多かったかなと思います。なるほど。で、じゃあ中学校の時は日本の中学校に。そうですね、中学は日本で15年間は日本で暮らしてました。で、中学校の時は一応英語の授業は取ってて、そういう話す練習とかもあったってことですけど、その英語を話せるっていう感覚はありました？そうですね、なんか本当に日常会話程度というか、まあ、自己紹介して、まあ、向こうのこと聞いて、なんか言いたいことちょっとだけ言ってぐらいまではちょっとできてたかなっていう印象で、まあ、結構それが大事ではあるんですけど、まあ、本当にそれ以上のアカデミックというか、その授業を受けたりっていうのは英語では無理な状況で、なんで本当に日常的な会話は、まあ、ギリギリできたかできないかぐらいのレベルだったと思います。で、高校はイギリスの高校に。そうですね、もう高校1年生の時から進学した。高校、そうですね、高校1年生の時からだったんですけど、僕のそう誕生日が9月っていう関係で、結構どっちの学年にも行けたんですよね。で、イギリスの高校って2年生なんですよ。だからその1個下の学年から行くのか、その高2の段階から行くのかっていうのがちょっと決めれて、僕の中で。で、まあ学校によってはその選択肢さえも与えられないところもあったんですけど、ちょっと交渉したりとかして、一応なんか半分飛び級みたいな感じで1年ちょっとスキップしたんですよね。だから高1だったんですけど、高2から入ったっていう感じです。で、2年生。はい、そうです。ってことは高校は1年間だけ。ここ2年間、高2と高3。ああ、高2と高3。はい、なるほど、なるほど。ああ、そういうことですね。はい。はい、で、高校に一番最初にいきなり、まあ、飛び込むわけじゃないですか。今まで15年日本に住んできて。で、いきなり周りがこう、英語を喋ってて、授業も英語で、はい、で、高校だったらそこそこ難しい授業とかもあるじゃないですか。そうですね。で、そういうのって最初は理解できたんですか？いや、本当に最初理解できなくて、多分理解できても2割ぐらいですかね、授業は。で、本当に専門用語とかが多いんで、僕の場合はそのイコノミクスビジネスとかも取ってたから、それ日本での習ってない内容なんですよね。だからもう完全に未知な分野を英語で最初からやるってなると、まあ、語彙もそうだし、まあ、スピードももちろん速いし、で全く分かんなくて、最初の1ヶ月2ヶ月はもう何回も友達に聞いたりとか、もう本当に授業中録音してそれを家帰ってから聞いて、まあ、ノート取ったりとかっていうのは繰り返してました。なるほど。で、最初は2割しか分かんないところから、最終的にはどれぐらいまで理解できるんですか？そうですね、最終的には本当にもう9割9分ぐらいは。9割9分じゃあすごいですね。その9割9分、2割のところから9割9分に行く、その過程をもうちょっと深掘りしたいなと思うんですけど、はい、それっていきなりこうパッて、あ、理解できるようになってるっていうことはないわけじゃないですか。ちょっとずつっていう感じですよね。なんかやっぱりその留学当初というか、留学してから1年、いや1ヶ月目とかは、そのなんだろう、日常会話をなんか使っていくみたいな感じで、今まで練習してきたものを実際に生の生活で使っていくっていうことが多かったんですよね。で、アカデミックのクラスとかではその全然慣れてなかったので、まあ、慣れるっていうところから始めたんで、なんて言うんだろうな、結構、まあ、そこは大変だったんですけど、やっぱり2ヶ月3ヶ月っているうちに、まあ、もちろんその毎日毎日授業を受けるわけなんで、だん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 と分かってくるところは増えてくるんですよね。で、それと同時に日常的なことも友達と一緒にいたりだったりとか、まあ寮母さんと話したりっていうので、まあそういう
英語力自体っていうのも底上げされていって、うん、でアカデミックの方も聞き取れる単語が増えていったっていうのと、あとはまあ授業中の単語とかもちゃんと調べたりして、うん、語彙力がただ単になんか単に上がっていったかなっていうのは、うん、そのやっぱり慣れるだけじゃリスニングって多分できないと思うんですよ、うん、よくそのとりあえずリスニング聞き取れないから意味が分かんないからとりあえず BGM で流してますとか、通勤中にただただリスニング聞いてますって人いると思うんですけど、結局あれだけやってもなかなか別に聞き取れるようにならないわけじゃないですか、うん、だからその慣れるっていうこと以外にやったこととしては、今言ったその単語を毎回ちゃんと意味を調べる、そうですね、それ以外なんかあります？結構その単語自体も僕はなんかすごい調べるっていうのは最初の1ヶ月2ヶ月やってたんですけど、うん、やっぱりもう3ヶ月目ぐらいからキリがなくなるじゃないですか、わかんない単語っていっぱいあるから。だからいちいち調べてたら全然授業についていけないし、うん、っていうのがあるんですよね。授業中に調べるのはちょっと時間がもったいないし、うん、どんどん進んでいっちゃうんで、なんで僕はもう何回も何回も出ていくうちに、出てくる単語が何回も何回も出てくるうちに雰囲気で結構覚えていったっていうのがあって、なんで 3,4 ヶ月目からはもう英語は英語でちゃんと理解するようにはなってたかなっていうのを思ってまして、でその他に練習してたとか、なんか英語に関する勉強法だと、僕日本にいる時からシャドーイングをすごいやってたんですよね。なんでハリーポッター1から8巻をそれぞれ30回ずつシャドーイング全部して、すごい、もう全部セリフとかも言えるぐらいまでなってたんですけど、なんかそういうのがあったから結構なんて言うんだろうな、まあ、発音とかも慣れることができたし、リスニングとかもできるようになったのかなとは思ってます、ね、じゃあその慣れっていうのがそのリスニングでは、うん、ほとんどその自分のリスニング力の向上に寄与したって感じなんですか、うん、はい、それともそれ以外何かありますか。そうですね、スピーキングと、まあ、ライティングももちろんフィードバックをたくさんもらってっていう繰り返しが必要なんで、うん、まあ、ライティングもスピーキングもリスニングもこれに関してはもう慣れるしかないと思ってて、まあ、リーディングももちろん長文を何個も読むだったりとかって、まあ、最終的に英語って言語なんで、そういうなんだろう慣れっていうのが一番にはなってくると思うんですけど、やっぱり語彙とかそういう基本的な部分っていうのは、まあ、根性論にはなってしまうんですけど、もう書きまくって覚えるだったりっていうのは結構してて、僕の学校はその単語帳を3冊その1学年に1個ずつっていうのでやっていったんですけど、毎週毎週50個の単語テストがあって、それを3つ以上間違えると居残りっていうすごいスパルタ式だったんですよね。単語テストっていうのは高校であったんですか。あ、中学です。あ、中学の時ね、はい、日本の中学で、そういう単語テストがあって毎回毎回で、もう3問以上間違えると居残りっていうので、もうみんな本当に目の色変えて、ものすごい暗記はしてまして、でスペリングとかもすごい大事なテストだったんで、スペリングを間違えたらもう罰なんですよ。厳しい。だからすっごい書かされた記憶はあります、ね、じゃあその日本でやった単語の学習っていうのもリスニングには結構つながったかなっていう。そうですね、やっぱり語彙が分かんないと、なんか分かる単語がその 80% ぐらいあると多分内容って分かると思うんですけど、まあ、それが 10% ぐらいしか分かんなくて、別に聞き取りだとしてもその単語が分かんないと意味ってあんまり理解できないと思うんですよね、でさっき言ったみたいに何回も出てくる中で慣れていくっていうのは 80% ぐらい分かった前提での状態なんですよ。だから それぐらい分かった上で、まあ、コンテクストを全部見て慣れていくっていうのは必要だと思うんですけど、まあ、大前提となるのはある程度の語彙力っていうのがあるんで、そこは本当に暗記しかないかなとは思います、結局ずっと単語力がない状態でいっぱい聞いても、うん、ノイズがずっと自分に来てるだけですよね。そうですね。なるほど。じゃあやっぱり単語っていうのは必ずベースになるかなって。そうですね、僕はもう本当に語彙に関してはあの時中学の時やっててよかったなってすごい思います。単語を覚える時は正しい発音でちゃんと覚えてたんですか。そうですね、先生が読んだのに対して、まあ、リピートするっていうのと、あとは CD でまあ、シャドウイング気味ではあるんですけど、言われた単語をまあ繰り返すっていうことは行ってます。じゃあなんかそのオーガナイズっていう単語をオルガニゼとか覚えたりとかそういうことはしてなかった。だけどスペリング書くときはちょっと覚えました。でちょっと次スピーキングについても知りたいんですけど、はい、まあ、その中学校の時に英語の授業とか受けて日常会話ぐらいだったらできるかなっていうところだったと思うんですけど、実際その日常会話もそのネイティブとの日常会話って結構レベル高いじゃないですか。で、ね、でトピックも幅広いしってなった時に、やっぱり最初に持ってる日常会話力だけだとなかなかその友達とずっとやり取りするとか会話を続けるって厳しいと思うんですけど、そこからそれができるようになるまでに
どんなことをしたんですか？そうですね、なんか僕はやっぱりその中学の時にスピーキングのクラスとかがあって、そこはネイティブの先生とお話しする機会っていうのはもちろんあったんですけど、まあ、それってまあ、30人ぐらいクラスがいる中でなんで、もう全然その長さっていうのは取れないんですよね。だから結構自分でやらないといけないなと思って、もちろんそのシャドーウィングとかで一人でできることっていうのはやってたんですけど、それ以外にも留学が決まった後はもう本当に日本でもそのアウトプットの機会を増やそうと思って、英会話カフェとかに行ったんですよ。で英会話カフェはなんかそういうネイティブな方が、まあ、お茶とか飲んでて、うん、そこに入っていって、まあ、一緒にお茶するみたいな感じのところで、うん、まあ、そこはもう本当になんて言うんだろうな、最初の自分が英語で話すっていう抵抗の壁っていうのを打ち壊したかなっていうのは思ってて、なんで英会話カフェはすごい良かったなって今思い返したら思います。英会話カフェはどれぐらいの頻度で行ってたんですか？もう本当に僕日本の中学が終わるのって多分4月3月とかだと思うんですけど、そのイギリスの高校とか新学期が始まるのって9月なんですよね。9月、だからその間に6ヶ月間ギャップターンみたいなのがあって、で僕はその高校日本の高校行かなかったんで、もうその時期結構フリーだったんですよ。なんでもうそこの3、4ヶ月6ヶ月中の3、4ヶ月ぐらいはもう本当に英語しかやってない時期があって、うん、もうその時が本当に週5とか、おお、もうほぼ毎日、はい、そうですね、1日2、3時間は行ってたような覚えがあります。なるほど。なんかその英会話カフェじゃなくて、多分オンライン英会話とかやってる人とかも結構日本って多いと思うんですけど、うん、はい、ちなみに、まあ、どっちも一緒だと思うんですけど、その毎日のように言ってると結局なんだろう、話す内容が一緒になってこないかっていう、でそれで悩んでる人もいると思うんですけど、うん、その辺ってなんか意識的にトピック変えたりとかしました？そうですね、やっぱりその先生が毎回毎回変わっちゃうと、その自己紹介が始まってっていうことがなってしまうんで、うん、まあ、趣味がとかそうになってしまうんで、多分毎回一緒になると思うんですけど、どちらかというと結構同じ先生に僕は行ったというか、その先生自体もそんな多くなかったので、はいはい、もう結構顔見知りっていう感じだったんですよね。だからもう毎回その向こうの先生も新しいトピックを話してくれたりだったりとかっていうのがあったんで、なんて言うんだろうな、結構毎回毎回違う先生オンライン会話でもう選ぶんじゃなくて、うん、なんか自分からそのいろんな先生っていうよりは一人の先生を決めて、なんか毎週1回だったりとかでやると結構そのトピックとか被らなくていいんじゃないかなとは思いますね。うん、やっぱり1回聞いたことに関してはもう1回わざわざ聞かないですもんね。うん、そうですね。うん、なるほどなるほど。でじゃあ中学校からじゃあ高校入ってリスニングとスピーキングの能力もこう高まっていって、うん、で今大学生なわけじゃないですか。大学に入ってから自分の英語力ってどういうふうに推移してるって感じますか？ちょっと今行ってる大学すごい面白くて、ミネルバ大学っていうところで、まあ、世界何都市を回りながらっていうところなんですけど、もう本当にいろんな人が集まってくるんですよ。本当にいろんなアクセントでいろんなバックグラウンドを持ってっていう人が集まってくるんで、で授業自体もすごい面白くて、まあ、宿題とかもなくてテストもなくて、でもその代わり毎回授業がディスカッションなんですよね。で本当に毎回ディベートをするっていう授業で、なんで成績とかもその毎回の授業の発言によって決まるんですよ。だからそうなってくると、まあ、ディベート力っていうのが必要になってくるんですよね。でこれって言い方変えると結構生きた英語かなと思ってて、本当に自分の言いたいことを言わないといけないんですよね。で相手のことを理解してロジカルに反論するっていうのが必要なので、まあ、反論必ずしも反論じゃなくて賛成でもいいんですけど、なんでそういう能力っていうのはすごい身についてるなと思って、最近思ってるのが、その英語を強化というか勉強としても捉えなくなっていて、その英語っていうツールを使って何をするかっていうことが最近はそっちの方が近いのかなっていうのがあるんですよ。だから僕はもう英語を勉強するっていうのはもうやめて、どちらかというと自分の言いたいことだったりとかやりたいことだったりとか興味のあることを、なんて言うんだろう、進めていく上で英語を使うっていう風に、結構そこはなんか意識的に変わったかなとは思います。なるほど。じゃあその英語力に関してはディベートをする中で使う語彙とか、あとはなんだろう、周りがディベートしてるのを見ると、あ、そういう言い方するんだな、自分も使ってみようみたいなのあったりすると思うんですけど、そういうのあります？めっちゃありますね。やっぱ人によってはすごいディベート慣れてもうミネルバ入ってくる子もいれば、全くできなくて入ってくる子もいるんで、まあ、そういう子たちがなんかどん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 吸収していくんですよね、他の子たちの言い回しを。でも、まあ、僕自身も多分吸収してて無意識に言ってると思うんですけど、まあ、結構意識的に、あ、こんな言い方するんだ覚えとこうっていうこともあれば、逆に結構口からポッと出たことが今まで習った
ったことないようなこともあったりして、まあ、そういうの面白いですね。うん、だから意識的にも無意識的にもその周りの英語っていうのをどん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 こう盗んでいってあげるっていう感じですよね。自分の中にしまってあげる。もう本当に英語に関しては慣れだったりとか真似るしかないと思ってるんで、うん、もうそうなってくるといくら文法とか語彙だけを勉強したとしても喋るようにはならないと思うんですよ。だからやっぱり本当に実際喋ったりだったりとか実際に本当に生の英語を聞いて、うん、それを自分の中でインプットすると同時にアウトプットもしていくことが大事かなっていうのはすごい思います。うん、だからもうやっぱりそういう英語が使われている環境にいるとそういういろんなところになんか新しい知識っていうのが落ちてるからそれをどんどん吸収してどんどん出してあげて自然と出る状態にしてあげるっていう、そうですね、まあ、そんな感じですかね。うん、で最後になんですけれどもゆじい君本を出版されたということで、はいはい、どんな本なんでしょうか。4月の28日に門川さんが出していただいてあのゆじ式学習法っていう本なんですけども、まあ、これは結構学習法だけじゃなくて結構僕の昔からどういうことをやってきて今につながってるのか、その日本の教育が嫌で海外に出てそこからイギリス行ってアメリカ行くっていうのは結構面白いストーリーになってるんでぜひ読んでみてください。なるほど。じゃあゆじい君のことをとことん知りたい人はこの本を見ればもうしっかりと理解できるというところで、ね、学習法についても話しているし、バックグラウンドについても話してくれると、はい、ということでこのリンクですね下の概要欄に貼っておきますので、はい、興味のある方はぜひぜひ見てみてください。でゆじい君側の YouTube チャンネルの方でも私出演させていただきましたので、ぜひそちらも見てみてください。はい、では今日はどうもありがとうございました。また次の動画で皆さんお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。